トルド・グスタフセンは、ノルウェー出身のジャズピアニスト。主に自己のピアノトリオを中心として、サックスを加えた、カルテット、さらに女性ボーカリストを加えたアンサンブルで、活動している。1970年10月5日、オスロ生まれ、アーケシュフース県の農村、ハードルで育つ。現在は、中央オスロの東部、エナーハウアンに在住している。4歳よりピアノを弾き始める。 19歳でオスロ大学に入学し、心理学や社会学、宗教史を学ぶ。その後ジャズにも興味を持っていた彼はトロンハイム音楽院のジャズ科に入学。学生時代より音楽活動を始め、学生仲間と国内のクラブやフィスティバルで演奏したり、周辺国をライブツアーをしていたりした。卒業後はオスロに戻り、さらに音楽理論を オスロ大学で学んだ。1999年に、ノルウェーの歌手のシリングジャレとアルバムを発表。2000年には、パッドメセニーがプロデュースした、優しい風に包まれてのヒット曲で知られる、セリアのバックミュージシャンをしていた。2003年に共に、セリアのバックをしていたベーシストのハラルド・ヨンセンと、ドラマージャー・ルベ・スペスタットと、自己トリオで、 デビューアルバムチェンジングプレイセーズを ECM レコードより発表し、自己の活動も開始する。2008年には、新プロジェクトとして、自己アンサンブルを立ち上げる。ピアノ、トルド・グスタフセン、ベース、ハラルド・ヨンセン、ドラムズ、ジャールベ・スペスタットピアノ、トルド・グスタフセン、ALT&、テノール・サックス、トーレブルンボルム、ベース、マッツ・アイラー・チェーン。 ドラムズ、ジャールベスペスタと蒸気カルテット女性ボーカル、クリスティニアスビオルンセン。ありがとうございます。